これでいい。フィーネが成し遂げた革命、その美しい物語を汚す裏の記録は全て消し去りましょう。つむぎ先輩な、夏目くん、いつからそこに？相変わらず間が抜けてるよね、先輩は。よかったらこれも一緒に燃やしてくれる？お、何です？これ、実現しなかった夢物語さ。ねえ夏目くん、君はどうするんです？これから。ご基人はチリジリになって、学校にもほとんど姿を見せませんし、君一人だけ取り残されちゃいましたけど。人ごとみたいに言わないでよ。誰のせいだと思ってるの？もちろん俺たちのせいです。だからこそ君が心配です。今さらだね。死体にごめんねって謝っても後の祭りだよ。君は死体じゃありませんよ夏目くん。君だけはご基人のみんなが命がけで守ったんでしょ。生き残ったからには生きていかなくちゃいけません。自分が踏みにじった相手に説教するって本当に最低だね先輩。はい、ムカつくなら殴ってくれてもいいですよ。好きなだけご自由に。俺はこれからこの革命で傷つけてしまった人たちにせめてもの償いをしていこうと思います。よければ夏目くんも手伝ってくれませんか？冗談でしょ、なぜ僕が？君はまだ若いし、そのうち傷も癒えて後悔しない道を選べるようになるでしょう。それまで一緒にどうです？まあいいや、ちょっとは退屈しのぎに付き合ってあげてもいいよ先輩。夏目くん。今度こそ本当にさよならだね。当たり前じゃ収まりきらない、わがままな恋に似たアンサンブル。いたずらな運命も楽しみたいね。踊れパーティーナイト。光に誘われてクリスタナイト、乱反射するミラーボール。気の置けない仲間たちと一夜だけのファンドリーム。流れ出す聞かせたいそれぞれのミュージック、感じたい君のリズム。ここで歌いたい今しかないフィーリング、一つに素晴らしい。
これで完成です。彼は喜んでくれるでしょうか。もう生きていたくない。お願いだから治さないでくれ。僕は生きていてはいけない人間なんだ。いいえ。ご貴人、響き渡る。もうその物語は幕を閉じたんですし、その呼び方はやめません。夢じゃないみたいだね。なんのよ、ご貴人のみんなの仇討ちでもするつもりかな。いえいえ、滅相もない。私の親愛なる友人たちをあまりバカにしないでほしいですね。彼らは別に殺されてなどいませんし、そんなにやわじゃないですよ。シュウは彼が愛した人形たちに慰められ、ゆっくりと気力を回復させていますし、カナタも彼の心を救った未熟な英雄と新たな人生を歩み始めています。もちろん我らが魔王陛下、レイも。あれはね、殺されても死にませんよ。そして、我らが末っ子には傷一つありません。あなたが手放してしまった青い鳥を早くも見つけ、ご貴人ではない一人の人間として、アイドルとしての人生を新たに歩み始めています。そうか、強いね、彼らは。この物語において敗者は僕だけだったのかもしれないな。いえいえ、私もね、実は恥ずかしながら今後どうすればいいのかわからなくて、なので私を最も満足させてくれた舞台の主催者に新たな依頼をしてもらおうと思ったわけです。そのためにこうしてきたんですよ。お見舞いを兼ねてね。響くん、これ…末っ子の夏目くんが一生懸命書いていた夢物語です。本物はもう燃えてしまいましたがね、一瞬だけ見た時の記憶をもとに私が復元しました。かわいいね、まさに夢物語だ。大好きなご貴人に負けてほしくない。誰一人失うことなくハッピーエンドにたどり着きたい。ええ、そんなありえない空想が書かれています。エキセントリックパーティーナイトと言わんばかりの。あの舞台で僕たちが君を倒したからこそ決着は曲がりなりにもついた。あそこでもし君が勝ってたら、今でも学院では泥沼の抗争が続いていただろうね。ええ、それは予測できたので、私は可愛いあの子の夢と期待と愛が詰まったこれを受け取りませんでした。そして予定調和で全ては片付いた。こんな物語は夢見がちな書き手の頭の中にしか存在しない。ええ、ですからそれが見えているあなたがこれを再構築してください。どうせ入院中は暇でしょう。ならば新しい物語を考えてください。ご貴人があなたの敵が勝利する物語を。なぜ、何のために。あなたは病弱でいつ死ぬかわからないからです。主役のあなたが死に唐突に欠けてしまったら、この学院の物語そのものが行き詰まってしまうでしょう。私の言いたいことがわかりますね、エイチ君。ああ、わかるとも、響君。僕には責任がある。主人公としての、作者としての責任が。僕は、僕という登場人物が死に、世界から、物語から消えてしまう時のために備えなくてはならない。その通りです。ありがとう、響くん。僕が書こう。一度は灰になったこの夢物語を元にして、僕が死んだ後もこの学院の物語は続いていくのだから。そうだね、まずは生きているうちに僕とフィーネが倒されよう。ご貴人を倒し暴君と化した僕を新世代の英雄が打ち果たすのはどうかな。それはご貴人の生き残りでもいいし、他の誰かでもいい。けど
単に支配者が交代するだけでは意味がない。今よりも学院のみんなが自発的に動き始めるように。考えがまとまらない。僕は天才じゃないからね。情けないし君に頼める筋合いじゃないのだけれど、構想を手伝ってくれないかな、響くん。はい、喜んで。どうせ私も暇ですしね。次に私が立つべき舞台がどのようなものになるか、私も楽しみにしています。ああ、今も昔もそれだけが私にとっては人生の喜びのすべてなんです。ありがとう。じゃあノートと何か筆記用具が欲しいな。その辺で適当に買ってきてくれる？はいはい。あなた私のファンじゃありませんでした？人使いが荒いですね、作者様は。まあいいでしょう。さあ歌いなさい、紡ぎなさい、想像しなさい、物語を。悲劇は二度目には喜劇になります。きっと次回作はとっても楽しい物語になることでしょう。こうして私響渡るは学院の皇帝こと天璋院 H の物語作りを手伝う身に相なりました。我らが夢の先学院の支配者として新たな革命児に倒されるのは、この陰鬱な冬を乗り越えた後、薄汚れ疲れ切った鳥が運んだ種が花を芽吹かせる季節の出来事です。